よし。OK。17周年記念公演ありがとうございました。なんかいただいたので食べちゃう。あったかくしとこう。いやね、踊ったら私熱がほんと冷めなんですよね。踊った後とか。だから一生暑いの。だから劇場公演とか、それこそイベントの帰り道とかは全然半袖で歩けちゃうんですよね、冬でも。いただきまーす。やっぱりミサのダンスを惹かれる。ほんとに嬉しい。とっても嬉しい。いただきます。これなんか、お芋とポテトとさつまいもっていう差し入れでいただいたんですけど、皆さん感想をハッシュタグ川原美咲でたくさんツイートしてください。私が見に行きます。あ、すごいカリカリだ。聞こえるかな、うん、芋の音じゃないもんね。うん、確かに。うん、カリカリの大学芋って感じ。美味しい。これジュナー周年記念公演ありがとうございました。私はチーム4のアンズィー。チーム4のアンジー、涙サプライズ、そしてチーム847の素敵な街へ10年桜、そしてベストスイーパー賞、お掃除ですね、スイーパー賞のベストスイーパー賞で、彼女になれますか？お、やらせていただきました。ありがとうございました。今日はキャンマチで周年公演入った。あら、大学西広さん、お疲れさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ベストスイッパー賞よかった。本当ですか？嬉しい。あのね、あれは ミスター の比率が非常に目立った。本当になんかあの、なんでなりますか、可愛かったです。え、結構映ってた的な、嬉しい。なんかあれはですね、本当はチャ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 ってあのポーズポーズポーズって感じでポーズしていくんですけど、せっかくだからあのお掃除ポーズとかお掃除動作でもしようってなって、最初の人がモップとかほうきとかして、あのみずみんと私があのあれ窓拭きとか拭いて、でゆいりさんがえ、じゃあ私何しようって迷ってたから、逆に下行っちゃいますとかってゆいりねってなって、ゆりさんが下でこうやってほうきをこうやってちりとりでこうやって集めてたっていうポーズなんですよ、実はあれ。肩、これ、え、どうしよう。うん、
なり映った。本当に嬉しい。やっとね、木本さんかわいいスタンプ、お姉さん頑張ったスタンプ、バラ違う花束、竹本さんお疲れスタンプ、和田先生さん、だるま、石広さんお疲れスタンプ、エビティーズルナさん雪スタンプ、ありがとうございます。多分ね、掃除して掃除かイコール家事イコール彼女みたいな感じになったじゃないでしょうか。うん、そうね、5人だったからね。うん、もう差し入れいっぱいもらった。私いちご大福を差し入れでいただいたんですよ。いちご大福、大福じゃない、いちご大福、でちゃんと取っといたのに終わって、彼女になりますか終わって、で着替え場、その荷物置いてるところに来たら、私が取ったいちご大福がなくなってた。誰かに持って帰られてた。悲しい。でもこれ美味しいからいいや。ガザさん分かりますか、このたぶん持って帰間違えて、もう本当にね窮屈な空間で、うん、そう、でみんなもね、自分のこれは自分のお水なのか、はたまた隣の人のお水なのかっていうのが分かんなくなるぐらい、もう隣がすぐみたいな感じだったんですよ。まあでも隣って考えると、誰がいた、でもね、ずっと一緒にいたのはもう本当に吉田カレンと宇多田ハツカと、まあ、ピョンちゃんもいたかな、ピョンちゃんとか吉田が隣にいたかな、もう誰がいたか忘れちゃった。うん、電源繰り返、繰り返してる。うん、これ美味しい。まあ誰かが食べてくれたらいいんだけどね。これどこに売ってあるんだろう。めっちゃ美味しいんだけどさ、お芋とポテトとさつまいも、後で調べよう。差し入れするときにおすすめかも。うん、女の子みんな好きな気がする。うん、多分こういう名前のお店だよね、確か。うん、東武百貨店池袋店で売ってるらしいから、たこ焼き食べに行くついでに買ってこ、
たこ焼き食べに行くの？お料理選抜かのやつかちゃう？サクホク系？パリホクパリホクが一番美味しいよね。あっち。てか今何時？時計欲しいな。ここめっちゃ必要だよね。明日の食べてみよう。これ見つけたら食べてみて。本当に美味しい。もう毎日たこ焼き漬けですよ、お料理しますの。お、すごい。みゆさん、お疲れさん、ありがとうございます。うん、ラストいるもの、かわいい。10日がお話し会あるんだっけ。11と25がなくなったんだっけ。なんかもうどこが振り返りになって、どこがそのままでっていうのが本当になんかもうぐっちゃぐちゃなんですよ、私の脳内。次何食べたいのって、ね、これです、これ大好き。じゃあ10日はあるのか。10日？10日は今日もアイラブスタンプありがとうございます。10日は南部でしたっけ。あ、今日あっこな。なるほどね。2部3部みんな起きてね。2部半部なおか。なるほど、点と点がつながりました。ありがとうございます。点と点がつながったよ。なるほどね。はいはいはい。
え、クーミン。こんばんは。ですから起きてますよ。11時15分ね。絶妙な時間でね。ぜひ来てください。待ってまーす。クリスマスなくなったの寂しいね。ごめんなさい。私は27日から舞台なので、それに行かせていただきます。その代わり頑張るので。年末12月27日から30日。新宿シアタートップスでお待ちしております。来てください。え、でもなんか誰かファンの方が千秋楽かもう完売だからその前の日行くねみたいな、うん、アーニャの子すごい。私さ、アーニャじゃなくて多分ヨルちゃんのが合うと思うんだよね。自分にコスプレは別日。コスプレ？サンタさんは24日はサンタさん来ますよ。12月の10、11って何も決めてなかったよね、私多分。何にしようとかで。うん。即完売？本当に？ヨルちゃんのモノマネ、ヨルちゃんどの子だっけ？アーニャさんみたいな。あ、アーニャさん。クリスマスプレゼント何が欲しい？トミー、名声、力。デートコーデ。1月の15日が着物でしたっけ？違いました。アーニャさん、どんなあれだったっけ？トミーの力。どこでもドアが欲しい。無理だよ。ないよ。めっちゃ煽る。無理ないよ。終わりをもう少し、セリフが全然思い浮かばない。頑張りますみたいな。アーニャさんって言ってるのしか思い浮かばない。ジョンマイラブと重なるような。ジョンマイラブってでも午前中じゃないっけ？で、15日って夜じゃなかったですっけ？違う？ワンピースが欲しいです。無理です。探せ、すべてをそこに置いてきた。わかんない、私もね、わかんない。愛媛からお話し会可能なんですか？本当にね、分かんない。そうだから愛媛からやるか、か十字公園で7、8部でしたっけ？秒で帰ってワンちゃん。
いやもはやね、劇場からしたらおもろいよねっていうお話し会大丈夫？わかんないです。私もちょっとね、わかんないんですけど、どこでもドアが欲しい。ミサ、ないよ。絶対子供が絶対泣くやつ。やっぱり現実というものを教えていただかなきゃいけないのでね、振り返るのね、私嫌なんですよね。だってさ、みんなとの予定をこう自分のなんて言うんだろう、分かりやすく言えばすごい友達との楽しみにしてた遊びだとかさ、あるじゃないですか。みんなにも多分友達とここ行く日って前もって決めて休み取ってとか、あの恋人とここに行く日ってなってさ、で決めてさ、ちゃんと休みの取ってさ、ルンルンルンってやってんのにさ、なんかさ、あ、ちょっとあの別日でいいって言われたら、はにゃこっちこっちとら休み取ったんだがってなるじゃないですかなるじゃないですか。だから嫌なんですよね。あっち、ほんとにはにゃ子供にサンタさんいるのって聞かれたらいないよって見せる。いや、子供には希望と夢を与えるタイプです。愛と勇気だけは与えていきたいかなって。愛と勇気と、まあんことか与えていきたいかなみたいな。リスキーつらいよね。そう、つらい人の方が多いと思う。確かにその日に向けてテンション作るのはマジでわかる。で私さ、別にあのリスケとか、リスケだったり、あとなんて言ったら、ごめんちょっと遅れるって待たされたりするやつ、あれマジで何時間でも待てるんだよね、正味。それが結構自慢。オッケーって言ってその辺ブラブラ見て、スマホいじって本読んで服見てとか、リスケって何？あの組み直しですね。サンタさん何人いるの？子供は自分で気づくもんさ。でもサンタさんがいるって ソーリー、え、今何時ですか？ちょっとやばくね？時間もしかして、私はここか違うか、あった気をつけてお帰りくださいませ。ちょっとごめん、熱っ。それにしても私これ中にもロンティー着てるから、うん、はい、申し訳ねえ。冬物コートは決めた？決めてないですね。ミスさんのメイク好き、本当に？今日はまつげにこだわりました。リップがいい感じ、本当に。
明るいとこんな感じ。サンタ試験受かりたい人生だったね。え、素敵よね。パーカー何色ですか？青、水色だけど、こうしてみたら、あ、でもこの前よりは見えるかな。ちょっとあのね、水色って感じ。水色？なんかちょっとくすみ風のって感じかな。ルメ付きです。でも私お化粧するとですね、目がめっちゃね、目がというか眠くなるんですよね。乾燥して乾燥で目がパシパシして、それを脳が眠たいんだこの人って捉えちゃうのか分かんないけど、ほっと眠たくなるんだよね。うん、シパでしょ、シパシパ。パーカーの胸でありがとう。今日のお弁当は胡椒鏡今日のお弁当は、あれです、お肉と2つ目がハンバーグ、夜ご飯がハンバーグ。パシパシする、シバシバする。お腹すいた、申し訳ねえ、私の影響ですよね、大変片付けねえ。そう、お昼ご飯と夜ご飯、夕方くらいかな、出ましたね。すっごいの短期間で2個出てたから私びっくりしちゃったけど、これももう私食べて帰っちゃおう。なぜならゴミを減らしたいから。いただきます。ミルフィーユ、友達なんて一人もいない、欲しいとも思ったことないけど、ご飯だ、私公演前に食べたのよ。なんで？暑くてめっちゃ溶けてるんだが、どうしよう、これどうすべき。うわ
気がついたらもう次元読んで人生なんてあっという間かおりちゃんやりたい。かおりちゃんだっけ、やりたいんだよね。竹本さん、I love you スタンプありがとうございます。もうあの多分食べてる場合じゃない時間なんだよね確か。終わろうかなって思ってまーす。うん、おいしい。これキャラメルブリュレって感じ。リップがまだついて、やばい、お腹いっぱいですし、何より眠たい、眠たいです。たこ焼き生活終わったらいろいろ食べるぞ。ありがとう、たこ焼きたくさん食べていただいてありがとう。でも健康には気を使ってね。さあ、スタバとコラボすればいいのに、そんないいことがあったらいいですね。ねえ、私だからさ、本当にあの全国のスタバフラペチーノ出たじゃないですか。エイトいるじゃんって思ったの。毎回思う、ちょっと全国なんてらこうたらみたいな出るたびに。それはもうエイトがおるやんけって思いますね。これはゴミです。ケンタッキーとコラボ。ケンタッキー、まあ、美味しそうに食べれる自信もありますけど。これも一つよ。チン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 。そう、ミスドをさ、私たちめちゃめちゃミスド食べてるから、ミスドコラボしたよねって。ね、ミミールへのオファー。スタバとコラボしたら、このでも言うてさ、スタバとコラボしたところでありきたりなものしか生まれなさそう。だから AKB、 なんて言うんだろうね、最近何でも値上がりして困る。わかる、マジでわかる。もうなんか需要と供給が成り立ってないよね。わかる。竹本さん、ゆきありがとうございます。そんじゃ終わろっかな。終わろっかな。くら寿司も、スシローにこの前行ったんですけど、なんか昔はさ、一皿110円とかさ、100円って感じでさ、一皿150円とか120円とか150円とかして200円とかして、はやーってなりましたね。もうもうね、すごい友達と一人13皿ぐらい、まあ、デザートも入れて13皿ぐらい食べたんですけど、
マジで1人2500円分ぐらい食べてた。でも十何歳で2500円ってね、高いわと思って。あら無理だ無理だ、物価どんどん上がり続けるのよ。にゃーそんな、にゃーなんでなんでなんで、コーラ高くて辛い。コーラも高くない。コーラキットカットも値上げらしい。なんかその分なんかなんて言うんだろう、なんかあの我らの賃金も上げてほしいよね。じゃないとさ、こうなるばかりじゃないですか。我らの生活が苦しくなるだけですから。はい、頼みますよって感じですよね、世間からすると。お値段据え置き、据え置きって据え置きって何？キットカット？自販機のこれ180円だよ。自販機で買わないのが正解です。でも自販機のドリンクってなぜか美味しいよね。私自販機で買うコンポタの缶じゃない、コンポタ缶がね好きです。変わらずサイゼ、うわ最高、サイゼ行きます。ほな終わろうかしら。コーラを高級品で、クリスマスと誕生日しか飲めなかった。あ、なるほどね。なんだろう、その内容量減らすパターンね。えびっくりです。おしるこあるの？自販機におしるこあるの？知らない。みんなのが知ってるんじゃない、逆に。やめちゃんさん、初見ありがとうございます。じゃあランキング見ますね。そこのコーンも全部飲もうとして缶が歯に当たる。あー無理。私ステルス値上げ、へー。13位ベリちゃん、カイトさん、ミサノは12位、ツリングさん11位、オムライスさん10位、横吉さん9位、ヨンミンさん8位、つむじかずさん7位、アメさん6位、ジョークスノーさん5位、MT ザラナさん4位、エンチさん3位、ヒロさん、ミアノエ違う、2位、あのね、みさのさん、5さん、1位、竹本さん、みさのは、3位、石広さん、4だっけ、4位、えんちゅさん、4だっけ。やばい、もう記憶が本当にやばいんだよね。やばいです。ちょっと内容量が台本と17周年コーナーでいっぱい出したので。切り替えていきます。それでは、さようなら。17周年記念公演、ありがとうございました。おかげで素敵な17周年を過ごせました。あ、もうめんどくさ、持ちますわ。はい、ということで感想とかはぜひ、ハッシュタグ川原美咲とか。でもチーム8トレンド入りしてましたよね、嬉しい。少ししました。私頑張りましょう。あの4月30日29日30日とかでね、 AKB そしてチームエイトのラストコンサートありますので、皆さんピアアリーナに来てください。もう満員で終わりましょう。もう満員じゃないとあかんよ、みんなが食い残るよ。本当にそう思います。2545人ありがとうございました。それではおやすみ、バイバーイ。